シーホークの成田です。今回は9月のシーズナルパターンと実際の動き、そして10月のシーズナルパターンについて解説します。シーズナルパターンとは何かについては以前の動画を参考にしてください。対象の通貨ペアはドル円、ユーロ円、メキシコペソ円、そして南アフリカランド円の4ペアです。 まあもちろん他にも多くのスーパーペアがありますので、もしご要望があれば、サクスバンク証券にご連絡してください。よろしくお願いします。では、早速ドル円から始めます。例年9月のドル円は8月までの円高の反発が見られています。ドル買い円売り基調です。しかし、今年8月にドル買いが進みましたので、9月の第2週 からドルの買い戻しが顕著に現れる時期に、さらなるドル高になるかもしれないと先月解説しました。では実際の9月の動きをシリゾナルパターンと比べてみましょう。えー、想定通り、えー、ドル高基調になりました。一時ドル売り介入にドル,売り、えー、ドル円は押されましたが、再び、えー、ドルが買い戻されました。ここまでの動きですね。 9月全般で見ると、シーズナパターンと異なる時期というのは、ここの9月7日の時点。それと、ここの買い上げのところがですね、9月16日の中旬がシーズナパターンでは出てたんですけども、それよりもちょっと早くドル買いが起きてます。でそして、まあ今日、日銀によるドル売り介入ですね。 一時的に142円台まで下げたんですが、その後再び上昇していますで。次にドル、ここまでのドル円の1月から9月までのシーズナルパターンと比較して見ていきたいと思います。えー、5月、えー、の終わりからドル円はシーズナルパターンに反して上昇してきました。ね、ここら辺からですね。あのこの加工しているシーズナルパターンに対して、えー、5月の後半からですね、えー、一気にドル高、 えー、円安に進行したということで、えー、ここ、まあ、6月の頭、5月の終わり、えー、ここを基準、起、えー、点にですね、えー、トレンドが大きく変わったなと思います。まあ、ここまでの流れの中で気になるのは、この8月の夏場に想定されたドル売りに対して、実際は、 えー、その時期にですね、より強く、えー、ドルが買われ、円が売られたというふうになりますので、やはり想定された、えー、大きく動く時期にですね、それに反して動く時のこの、えー、トレンドは想定以上に強いというのが、えー、ここのドル円のこの8月にですね、確認されました。問題の10月ですけども、まあ10月の頭ですね、えー、若干強くドル買い円売りになるんですけども、その後、えー ドル売り基調になってます。一旦ドルが売られまして、で、反発、そしてもう一度ドル円が売られまして、まあ、月末はですね、えー、それに反して、えー、若干のドル買いの戻しになると。 まあ、月初と月末を比べて、やっぱり加工してますので、10月はですね、総、え、じ、ー、て、えー、ドル売り円買い基調になるというふうに、えー、シーズナルパターンでは、えー、出ています。えーまあ、流れはですね、ドル高の流れに変わりませんので、まあ、それがですね、えー、シーズナルパターンによると、10月はどちらかというとドルの調整局面に入るというのが出ています。えー、次にですね、 ユーロ円を見ていきたいと思います。えー、例年9月の、えー、第2週からユーロの買い戻しがですね、非常に活発になりまして、えー、ユーロ買いの円売り。えー、その後ですね、横ばいに行くというのが例年9月のパターンになっています。この中旬に向けてのこのユーロの買い戻しというのがですね、この9月の特徴だということを前回お話しさせていただきました。では実際のユーロ円の動きとですね、えー、シネルなパターンを比較してみていきたいと思います。 まあ、ほぼ似たような動きはしているものの、それはですね、この9月の、えー、中旬までですね、えー、ユーロ買い戻しっていうのが、えー、想定よりも早く入ってしまっているというのが一つのポイントになりました、まあ。その後ですね、大きくユーロ円が下げてで、月末に向けて反発はしているもののですね、まあ、大きく買い戻すことはできずに、シーズナルパターンに反して、えー、流れ的にはですね、えー 若干のユーロ円の上昇で終わっているというふうになります。まあ、その点はシーズンのパターンと同じなんですけども、波形ですよね。タイミングがかなりずれていたなというふうに思います。それとここの、えー、介入時点での動きですよね。これが非常に、えー、違う動きを見せていたと。シーズンのパターンと異なる動きを見せていたというふうに思います。 はい、次に1月から9月末までの、えー、これまでのユーロ円とシーズナルパターンの比較です。やはりですね、目につくのはこの8月の部分ですね。えー、年年であれば8月はユーロ円の、えー、加工時期、ユーロ売り円買い。まあ8月に円が非常に強くなるというのが特徴なんですけども、全くその時期にですね、反してシーズナルパターンに反して、 え、ユーロが買われ、円が売られたと。まあ、どちらかというと、ユーロが買われたというよりも、円が強く売られた時期だったということですね。えー、その後、えー、若干早い、この、えー、この9月に乱れるユーロ円の下げの部分がちょっと早めに起きているということです。そういったやっぱり異なるのはですね、この9月末の時点でのユーロ円の加工に対して、まあ、それに反発しているということで、若干このサイクルというんですかね、動きが、え、例年よりも早く入っているというのが、ここまでの一つの 動きになっていますでは問題の10月を見ていきたいと思います幽霊、えー、のシーズンのパターンの10月ですけども、えー、10月の中旬まではですね相対あの比較的有労外円売りの、えー、流れその後、えー、ユーロ売り、えーえー、円外の流れでまあ、月末に向けてその反発が見られるということになっています な、なってますので、動き的には、えー、中旬までのーる円の上げ、その後の下げ、そして月末に向けてのその反発と、こういう形がこの10月のーる円のパターンになっています、えー。では次にですね、メキシコペソ円をチェックしていきます。まあ、例年8月にですね、ペソ円は、まあ、円高基調の8月というのがありましたので、まあ、その反動がですね、9月の中旬から見られてい、 ということで、ペソ売りがですね、非常に活発化する、えー、ここの部分ですね、が、まあ、9月の中旬から起きているというふうになります。まあ、それまではですね、えー、ペソ円の、えー、下げのこの反発で、その後に大きく下げるというのがこの9月の特徴だというふうに先月、えー、解説しました。では実際の動きをですね、シーズンのパターンと比べて見ていきたいと思います。 9月の初めの部分がですね、えー、まあ、えー、動きがですね、えー、似てはいるんですけども、9、え、月、ー、の頭が実際のペソ円の方がですね、下落が強かったということで、その後はですね、似たような動きをしています。えー まあ若干のここの下げの最後の下げの部分ですよね。これがシーズンのパターンに反してそのまま上げているというところが目につきます。9月のペソ円というのはですね、一旦下げたもののそこからの反発、その後横ばいだったというふうになっています。この中旬からのですね、 9月中旬からのペソ円の下げには、えー、に似たような動きはするものの、えー、最終的には、えー、反発してますので、えー、どちらかというと実際のペソ円はですね、9月の中旬以降も横ばいだったと。 いうふうになります。では、1月から9月末までの、えー、大きな流れを見ていきたいと思います。えー、弱気夜時代は例年であれば、えー、6月のですね、えー、後半まで、えー、ここですね、続いてるんですけども、まあ、5月末からですね、すでに、ペソ円はがここに上げに転じてきました。 で、最終的にはですね、先ほどからも触れてますけども、えー、夏場の円高が実際に起きずにですね、円安が起きてしまって、対、えーえー、メキシコペソに対してもですね、円安が進み、まあ、ペソ外の円売りというのが、えー、起きています。まあ、この大きく下げる時期に、えーえー、反発してペソ円が大きく上げていたという。 のが8月。そして9月自体はですね、この加工の、えー、傾向に反して、まあ、実際欲張りにいたということで、まあ、かなり頑張ってペソ円をですね、えーまあ、強く保たれていたというふうになります。えー、注目の10月,10月のですね、シューズナパターンを見ていきたいと思います。えー、例年10月のペソ円はですね、えー、方向感の非常に乏しいといううになります。 えー、月、えー、月初から、えー、若干の上昇、そして、えー、下降また反発、そして下げてということで、えー、上げて下げて上げて下げると。えー、でも月,末、えー、月初と月末を比較してもですね、大きく変わりがなくてですね、まあ、非常に方向感に乏しい、えー、のがこの10月のペソになっていますけども、実際9月がですね、えー、横ばいで中旬からの動きを先ほど確認しました。 今年はあの例年のサイクルよりもですね、若干早めに起きているなということで、この通りに10月もなるかわからないんですけども、まあ9月は横ばいでしたので、まあ10月もこのままの横ばいが、ペソ円では続くんではないかと。 ううに予想されます。えー、最後にランド円を見ていきたいと思います。えー、9月のランド円ですあのラ。ランド円のシーズンのパターンの9月の特徴としてはやはりですね、他の通貨と同じ、ペアと同じです。えー、9月中旬からの、えー、円高ですね。ランド円の、ランド国の,、えー、の円買い。これが非常に9月は、えー、顕著に現れるだろうということを先月解説しています。実際の動きを、えー、見てみます。 想定のサイクルよりもちょっとやっぱり早く始まってます。中旬ではなくてはもう第1週目、もう第2週目からですね、もうすでに乱路への反発が起きてまして、そこから下げているので、まあ、相対的には非常に似たような形なんですけども、動きが例年よりもやはり早く始まってますので、サイクルがですね、例年よりも うん、早く始まっているのかなというふうに思います。まあこれはランド円でも確認されてますね。他の通貨ペアでもそういった動きが見られます。1月から9月末までの、えー、ランド円の動きを確認していきます、えー。かなり似た動きはしてるんですけども、まあこの9月の、えー、4月の後半から5月の加工時期に反して、えー、ちょっと早い段階からその反発が起きていると。えー こう見るとですね、実際の動きはですね、こっちのえー、シーズナーパターンでは4月の中旬に、えー、ランドエンがピークをつけて下げて、で、また上げるというパターンなんですけども、その部分がですね、どうしてもちょっと早く動きてますね。ここの部分の7月の、えー、ここのピークの部分がもうすでに6月に起きているという感じで見えます。で、その後のこの、 大きく下げる例年の動きはやはり先ほどから触れてますけども夏,夏場の円高円の買いが見られなかったものですからそう,そうして、まあ、ここではランド円ですけどもランドが頑張っていたと。 いうふうになります。まあ、他の通貨ペアに比べるとランドにはですね、そこまで強くなかったというふうになります。結果的には横ばいになってます。で、この横ばいの時期がそもそも9月の想定されてた時期と重なってますので、まあ、他のペアに比べるとランド円はですね、シーズナルパターンにまあ似たような動きをしていたと。ただタイミングは通常よりも早く、えー、起きているというふうになります。では、えー、10月のシーズナルパターンになります。 加工の流れは引き続いてるんですけども、10月の、えー、最初の 1, 1週間、2週間がランド円が下げて、で、強く反発して下げて、で、月末に向けてランド円が買い戻されてるということで、10月はですね、どちらかというと、難聴なんですが、 えー、明確な方向感のない横ばいですね上下に触れる動きが想定されますまあ、先ほどからも、えー、触れてますけどもランドリーに限らず他の通貨ペアもそうですけれども例年よりも早く1、2ヶ月早くですね動きが えー、出ていますので、うんまあ、このまま想定通りに横ばいに動くかということが一つのポイント。そして、えー、シーズナルパターンで見ますと横ばいの10月。もしかするとこのレンジ相場に対してですね、実際の動きはブレイクして動き出すのかもわかりません。非常に興味深い10月になってくると思います。以上10月のシーズナルパターンでした。えー、9月はアメリカの中央銀行による かっこたるインフレ鎮圧をするという姿勢が明確になりましたので、まあ、長短のアメリカの金利が一段と上昇しました。でアメリカの実質金利もかなり上げてきてますので、えー、このままドル高が続くか注目を集める月になると思います。また、10月はですね、あの、アメリカの株式市場でこれまで歴史的な大増族をつけたりとか、大きな下げ、 を経験してる月になりますので、非常に株式市場の方にですね注目が集まるということでアメリカの株式市場の動向次第では、えー、何らかの形の影響がですね FX 為替市場にも現れるのではないかと思います、えー、次回は11月の初めにですね、えー、シーザーのパターンを更新して、えー、し,したいと思いますご清聴ありがとうございました